はいどうもこんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、久々にこうちょっとライト周りでございます。こちらですね、フィリップスのポジションランプ用6500ケルビンの50ルーメンのやつを、購入しまして、で、ちょっとねこれにつけていきたいと思います。今ですね、ライトつけております。で今ね上につけてるこれが、ポジション級、ちょっとねフォグが若干眩しく見えてるね。フォグランプとポジション級を今つけてます。で今カメラで見ると多分色合い的にはほぼ一緒なのかなって感じ。ほとんど一緒かな。若干フォグの方が青白って感じなんですよね。これねカメラでちょっと色温度変わっちゃうんで分かりづらいと思うんですけど、まあパッと見た目ね、パッと見た目でいいんで、見た目的にはでもこっちの下の方が若干青白く見えるかなっていう感じじゃないですか。でここでメインのヘッドライトもつけます。これで、前灯の状態でございます。ちょっとね明るさが今調整されたんであれですけど、今度はねこれとこれを比べると分かると思うんですが、ヘッドライトの方が少し黄色いんですよ。ヘッドライトももちろんポジション級と同じフィリップスで、でこっちは6000ケルビンで、このポジション級も6000ケルビンなんだけど、これね分かるかな、ヘッドライトの方がちょっと黄色いんだよね。あれこれ同じ6000じゃなかったかなみたいな。これね黄色いんだよね。でこっちは青いんだよ。今ね色合いが多分ねこれで今固定してるんであれだけど、ほら白いでしょ、こうやって見ると黄色。こういう感じに、ね、なってるんですよ。なんでだろうね。これね別のメーカーでなるなら分かるんだけど、なんでヘッドライトだけがちょっと黄色っぽいのかなってちょっと自分はね思ってます。で、ポジション級の交換方法なんですけども、簡単です。運転席の時、今運転席側から行くとポジション級のここで見えてるじゃないですか。で見えてる真後ろぐらいにこれを回す、こう持ったらこう回すって感じです。手前にねたら引き抜けますと、もう一回刺さってる状態の角度から言うとこの状態からこっちね、自分が立ち位置から言ってこう手前に回すと抜けます。でこれで出せると。で逆側ね、助手席側も簡単です、一緒です。このポジション級がありますよね。これの後ろにこのままもうなんか黒い、ほらこれこの黒いのがついてるんで、これを一緒の方向ね持ってこっちに回すと、すると外れるといった感じです。はい、これで外れたのでこれはあと引っかかってないです。そのままこれも抜けば取れます。で取り方ですね、これをそのまま持って引き抜くだけです。はい、すごく簡単。大体ポジション級はね簡単に取れるようになってる、かごいなってるんですよね。はい、で今回の6500ケルビン、若干ここが青いのかな、ここの部分がね。はい、そして取り付けます。カチャッとね、ちゃんとカチャッと入るんで、はい、取り付けました。で必ず点灯テストをする。これねポジション級に確かよるんだけど、プラスマイナスがあるんですよ。だから取り付ける前にこの状態で点灯テストをします。はい、ということでキーを回します。3219、あつかないですね。今ピーって聞こえてると思うんですけどつかないです。で、こっち側ついてるんですよね。はい、ということでこれがねプラスマイナスの逆なんですよね。でもう自分はこのままいきます。で逆にしてつけるとつきましたねということで、やっぱ若干青白いか、伝わります？こっちが純白の白って感じ、こっちがちょっと青白くなったかなって感じ。まあ、このまま一回取り付けてみようか。というわけで、今ね、なんだろう、リフレクターっていうのか、まあ、反射の中というか、なんか入れた状態です。で今反射してる色合いですよね。これだったら伝わんのかな。こっちね、このこっち助手席側の方が、こっちか、助手席側の方が
6500で、左が6000となってます。こう見れば、うん、確かに助手席側の方が若干おじろいかな、若干ね。でも右側が白といえば白なのかなっていうちょっとね、判定に難しいとこあるね。うん、こっちはこっちで、いや普通にこっちも白と言えば白なんだよね、この6500も、うん、カメラだと若干落ちろく映ってると思うんだけど、肉眼で見てると、いやこっちの方が本当のね、こっちの方が本当の白じゃないっていうような、なんかそういう色なんですよ。こっちの方が どっちかって言ったら5000、500とか5200とか、なんか そっちじゃないって、こう見比べてるとそう見えてくるっていう、まあ、不思議な現象まではないけど、やっぱこれはこれでいいな。ヘッドライトつけたらどうなるの。ああそういうことか、はい、ちょっと今明るさをちょっとだいぶ暗くしてみました。うん、こうやると分かんないですね。分かんないでしょ、ポジション級の場所すら分かんない状態じゃないですか。ただこれこうやると分かりますよね、多分。ヘッドライトは6000のちょっと黄色なのに、ちょっとね、あ、暗いか、ちょっとね、こっちが白く映ってるの分かります？こっちに比べるとね、反射の、反射部分が黄色く見えるでしょ、うん、でこっちがちょっと白く見えちゃうっていう、やっぱケルビン数変わるとこうなるよな。うわー、なるほど。もうこれは完全にこっちが6000、こっちが6500なんで、うん、やっぱここまで変わっちゃうか、うん、ポジション系ポジション系でもこれ白いっていいんだよなで、続いてこっちがね、両方6000同士です。両方フィリップスですよ。同じメーカーのフィリップスですよ。今もう一流メーカーという名のフィリップスです。で、こちら、うん、こっちも黄色だけど、こっちもね、まあ、若干白いといえば白いんだけど、うん、見た目的にちょっと離れてみると、ちょっとカメラだとこんな感じで映っちゃうから、映し方が難しいんだけど、色合い的にこっちはやっぱほぼ同色に近いのかなって感じ。右と比べたらね、右の方がね、この角度でわかるかな、明らかにここね白いんですよ、うん、でもこっちもね、実際のところポジション級の方が白いんで、うん、映らないんで分かりづらいな。この角度ぐらいでわかるかな、こっちはちょっと白く見えないですか。そういう感じか、そういう感じ、肉眼で見るとそういう感じなんですよ。同じ6000なのにっていう、うん、まあ今度ヘッドライトをまた変えてみるのもありなのかな。なんかね、もうちょっと色を統一したいなと思って、まあ、メーカーもフィリップスで揃えたんだけど、まあね、なか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 ですね、うん、まあでもとりあえずですね、ポジション級はやっぱり白にしよう、6500にしましょう。はい、ということで全部ね入れ替えたいと思います。はい、というわけで、今回ですね、ポジション級を、6000から6500ケルビンに変えてみました。で、このポジション級ね、このムーブに関してなんですけども、この L175 ムーブの後期の標準ムーブです、カジュアルムーブとか、もう一個上が上っていうのかな、カスタムっていうのがあるんだけど、その標準車ムーブのこれに関しては T10 じゃなくて T16 っていうもう一個大きいのも入るんですよね。今それはなんだかな、ルームライトかなに使ってます。やっぱなんだろう、車内での撮影とかもちょいちょいあるんで、車内に明るいの入れたいと。でこれも自分以前ちょっとお話したんですけども、ポジション級はポジション級なので、そんなに明るくなくてもいいかなっていうところがあるんですよ。だってポジション級でこの前を照らすわけじゃないので、ヘッドライトつけるじゃないですか、どの道ね。だからなんて言うんだろう、そのめちゃくちゃ明るいのはいらないかなって自分は感じてます。まあ、このフィリップスのこのポジションランプ用っていうのを、使ってるんですよ。でこれがAmazon のタイムアップタイムセールキャンペーン、なんだろう、ポイントアップキャンペーンかとかで、1600円で売られてるんで、まあ、その時がお買い得になるかなと。通常ね2500、600円とかするんで、もし買うのであれば、そういう時がおすすめかなと思います。で今ね、これちなみにポジション級だけなんですけど、すごく眩しく見えてるでしょ。実際そんなに眩しくないです、うん、
その辺、この辺を周辺を照らすほど、今車内 そのルームランプにつけてる方が T16 かな、これ T10 なんですよ。 T16 ってもう一個大きい、なんだろう、あの球があって、主に T16 ってなんだかな、バックランプ球とか、バックランプね、これに使われるやつっていうのかな。だから一回り大きいんですよ。だからもう一回り、まあ、LED の量も多くなるんで明るくなるんですよ。でそういうのは、まあ、そのポジション球につければもっと明るいんですよ。いらんでしょ、でもヘッドライトつけて走るから。当然ね、ポジション球だとその後軸も何もないんで、どこに向いてるか分かんない。でも基本的に多分ね、こう 見た感じ、明るいのつけたら分かるんですけど、下向いてるかなっていうところではあるんだけど、変にねこれが邪魔してもね、あの対向車の邪魔になるかなと思って、まあそんないろいろ考えて、まあ、ポジション球はあのそこそこちょっと明るいぐらいでもう十分かなっていう感じです。はい、まあ、そんな感じで、うん、今回とりあえず6500入れて、これだけ見るとなんかね、普通の白にしか見えないんですよ。なんかさっきの6000と比べると若干青白いかなっていう感じはあったんだけど、これだけ見るとね、分かると思うんですけど、普通の真っ白っていう白に近いかなっていうところです。だから今後ね、ヘッドライトかな、ヘッドライトの方が若干黄色いので、もうちょっと白にしようかなっていう、ちょっと個人のあのちょっとこう希望があります。ただ今ね、フォグランプも黄色と白を切り替えれるやつなんですよ。だからヘッドライトはそんなに黄色じゃなくてもいいのかな。ちょっとね、前は全部白やったんで、少しあのヘッドライトは若干黄色っぽいっていうのがあって、同じフィリップスでも6000と6500あったんですよ。実際取り付けてないから雨の日の走行わかんないけど、雨の日は最近ね、下は黄色にして走ってるんで、そっちはそっちでも色がついてね、見やすくなったんで、ちょっとヘッドライトを今後ちょっと変えるかもしれないです。まあわかんないです。まあ、ちょっと気分転換的にあのこういうのもありかなということで、いろいろね、こう T10 のやつも売ってあります。 あのピアとか、あと、FCL かな、 FCL も確かあったよね。 FCL がなんかあれだったら、めちゃくちゃなんか300ワットぐらいなんか明るいのがあったんじゃないかな、300ルーメンだったかな、なんかね、めちゃくちゃあれどこだったかな、多分 FCL だったと思うんだけど、間違ってたらごめんなさい。なんか間違ってたらテロップに書いておきます。あれ5000円ぐらいするんだよ、300ルーメンかなんかは。そんないらんでしょうと思いながらねまあでも自分の場合、その車内で撮影するんで、車内が明るい方がいいんですよ。今ちなみに車内ちょっとつけてます、ルームランプで。あのヘッドレスト映ってると思いますけど、あえてね、やっぱ車内が明るいとこうやってなんか夜ね、ちょっとするときに便利な時もあるので、まあ個人的にそのポジション級はまあそこそこの色で合わせて、であとは車内明るくした方がいろいろとね、まあ、釣りの時もそうですけど、道具積み下ろしする時とかも明るい方が便利かなと思っております。はい、そんな感じで、今回は以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあね、暑いっす、夜でも暑いっす。